どうもフェットサーです。リエケンです。今回は鹿児島市吉野町の老舗人気店ラーメン竹ホープさんをご紹介します。80歳代のご夫婦が切り盛りする人気店に5年ぶりに再訪問して激うまな一杯をいただいてきましたよ。なおこのチャンネルでは鹿児島のラーメンを中心に毎月不定期に2本の宮崎のラーメンもご紹介していますので、チャンネル登録お願いします。それでは最後までお楽しみください。この動画の提供はプロテイン習慣始めてみませんか？溶けやすい、美味しい、続けやすい、本格的素材にこだわった3種類のソイプロテインのピュアパートナーを提供でお送りします。入江兼ラーメンズクラブおよびこのチャンネルはご覧の各店舗様のご協力によりお送りいたします。いつもご協力ありがとうございます。公式クラブ会員募集中です。協賛店に行けばトッピングやライスが無料など何かしらいいことがありますよ。気になる方は公式 LINE にてお問い合わせください。はい、先週のですね、中華一番さんからの下りになります。今からですね、吉野町の竹ホープさんに向かっています。撮影許可の方はね、いただいてますんで、その模様をどうぞ。おはようございます。ごめんください。あ、お忙しいところすいません。あの、5年前にそこで撮影しながら食べた家ですけども、覚えてらっしゃいますかね？あー、よかった。今日もちょっと撮影しながら食べさせていただきたいんですけども、はい、いいですか？2時ぐらいに来ますんで、はい、よろしくお願いします。お元気そうでまだお二人でされてるんですか？はい。あ、そうなんですか。じゃあ、あ、そうなんですね。あ、デイサービスに。で、お母さんお一人で。パートさんと2人で、そうなんですね、わかりました。またじゃあ、お昼過ぎ2時ぐらいさせていただきます。すいません、ありがとうございます。失礼します。よし、撮影 OK でした。よし、はい、ということでね、こんな感じで竹ホープさんね、撮影許可をいただいています。で、竹ホープさんね、4年前か5年前ね、僕がまだ YouTube 始めた頃にね、訪問させていただいて、美味しいラーメンとね、チャーハンをいただきました。で、あのコスパがちょっと結構良くてですね、しかもなんか一番コスパがいいのが、当時300円で中チャーハン、焼き飯だったかなっていう名前かな、チャーハンを頼んだらですね、300円なのに1人前ぐらいの量があるチャーハンが来てね、そのチャーハンがめちゃくちゃまたうまくて、でもちろんラーメンも美味しいし、で、何よりね、竹ホープさん、ご夫婦で運営されていまして、で、結構ね、この お父さんがお母さんに厳しくこう言うみたいな、この劇場をね、ちょっと見ながらね、食べるのも一つ竹ホープの楽しみさんなんですけども、まあ、さっきもね、動画にもありましたけども、お父さんの方がちょっとデイサービスか、なんか介護施設かなんかに、通われているということで、お店にはもう立ってないみたいでね、お店にもその前あったですね、お金持ちの株も置いてなかったんで、もう出前もやってないのかなと思います。今はね、あのお母さんとパートさんと一緒にね、切り盛りしてるらしいです。今日はね、あの味噌ラーメン食べてみようかな。そして前半のね、中華一番さんね、量結構あったんですけど、今度ね、お腹ちょっと空きましたね。あの中華一番さんのスタミナラーメン結構ね、軽いんですよね。量はあっても軽いんで、お腹空いたんで、もしかしたらこれ久しぶりにチャーハン食えるかなと思いながら向かっております。さあ、どんなラーメンであるかね、楽しみしながら気をつけて行ってきます。さあ、ですね、ここですね、本当にちょっと入り組んだ場所にあって、あの上にラーメンピーって書いてるんで、ここですね、まあ、ちょうどお客さん車ないんでいい感じですね。よし、ありがとうございます。さあ、到着です。
よいしょ。久しぶりですね。九州自動車道薩摩吉田インターから車で10分くらいのところにあります鹿児島市吉野町ラーメン竹ホープさんにお邪魔します。さあということでね、2時になりましたんで入っていきましょう。久しぶりですね本当に。よし、こんにちは。あらら、お願いします。こちらが竹ホープさんのメニューになります。今回この中から味噌チャーシュー麺の並とちょっとお腹に余裕ができたので焼き飯の小をオーダーしました。こちらが竹ホープさんのお漬物になります。お店ではお母さんがワンオペなのでとりあえず焼き飯を先に作ってもらいます。焼き飯が到着した時点でここでラーメンを注文。味噌チャーシューの並でしばらく待っているとラーメンが着丼です。さあいただきますということでまずはスープから。お、このスープ超うま。濃厚な動物系の旨味と深みのある味噌のコクがするうまいスープ。スープのベースは黒豚の豚骨。南州農場から仕入れる黒豚をお母さんが丁寧に仕上げる自家製スープ。そこに3種類の合わせ味噌をベースとした味噌だれを配合。めちゃくちゃうまくてレンゲが進みます。そんなうまいスープからリフトアップしてきた麺は中太ストレート麺。この麺うまい。スクエア形状で表面はつるっとした麺。ソフトな口当たりにもちもち食感。麺とスープとの相性が良く麺がしっかり味噌スープを絡めて口まで運ぶと麺のもちもち食感とともに味噌スープの深みのあるコクが口の中に広がります。しかもめちゃくちゃ熱々なのでじゃんじゃんとはいけません。やけどしちゃいそうなぐらい熱々でもそれでも美味しいのでじゃんじゃんずるずると麺をすすっていきます。そんなうまい麺を追っかけるように再度スープをしていき、この竹ホープさんの味噌ラーメンのスープめちゃくちゃうまいよねっていうことを再確認したとは、チャーシュー、このチャーシューうまい。黒豚肉チャーシュー、脂身少なめで噛めば黒豚の旨味をしっかり味わえる。味噌スープの辛みの相性バッチリ。そんなうまいチャーシューと麺を箸で一緒にキャッチして口の中に放り込むと、これうまい。黒豚肉の旨味、そして麺のもちもち感、味噌スープの相性抜群。さあ次はこちらの焼き飯を食らっていきましょう。この焼き飯やっぱうまい。パラパラ食感、ご飯はもちもち、一つ一つの米粒に火がしっかり回っている感じ。チャーシューの肉片の入っている焼き飯、ご飯とチャーシューとの相性が抜群でめちゃくちゃうまい焼き飯。ってなわけでもう一度箸をラーメンに戻し、ガンガン食らっていけば中盤から終盤にかかってもこの竹ホープさんの味噌ラーメンのうまい一杯にはまり、没入しながらじゃんじゃんズルズルズバズバツルツルと食らっていき、終盤にかかってくると野菜キャベツも麺にも絡んできて、麺のもっちり感とともにキャベツのシャキッとした食感がアクセントになってうまい。さあもう一度箸を焼き飯に戻しガンガン食らっていき、焼き飯は完食です。手なきでスープを飲み干していきましょう。そんなラーメン竹ホープさんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島と宮崎のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。
今回も美味しく会員完食です。美味しかった。ごちそうさまでした。大将は平日はデイサービスに行っていて、平日はお母さんとパートさんでお店を切り盛り。名物の夫婦喧嘩は見れなくなりましたが、週末には大将もお店にいらっしゃるそうですよ。無理せず長くお店を続けてほしいものですね。わっぜ、マカットです。ごちそうさまでした。体に気をつけて、はい、ありがとうございました。ごちそうでした。ありがとうございます。美味しかった。はい、ということで鹿児島市吉野町ですね、ラーメン竹ホープさんにお邪魔して、味噌チャーシューと、焼き飯のショーをいただきましたけど、めちゃくちゃうまかったですね。本当にね、スープあっさりしながらコクのあるスープ、もう動物系の旨味がしっかり効いた黒豚豚骨のスープですね。そこに合わせた味噌、3種類の味噌も本当にこうなんかこう田舎味噌っぽい感じのペーストで、ほんとこう体にこう染み込むような香ばしさ、そして旨味のある味噌だれ、合わせた麺もちょっとソフト系の、まあ、鹿児島ラーメンによくありがちなあのソフト系のですね、麺にすごくもちもちした中太麺、チャーシューも黒豚で、このチャーシューもめちゃくちゃうまくて、黒豚の旨味をしっかり味わえるチャーシューでした。焼き飯もあの300円で、あの量ね、多分茶碗一杯ぐらいあるのかなと思うんですけども、あのチャーハンもね、本当量もあって、で家庭的なねチャーハンで美味しかったですね。すごくねこうパラパラした焼き加減で美味しいチャーハンでした。はい、ということでね、吉野町に来られた際、ぜひともねこちら、竹ホープさんに食べに来ていただければなと思います。それではまた。